穴井隆師匠は、大分県大分市出身の柔道家。四段を取得。得意技は内股、大外があり。妹の穴井さやかも柔道家で、2008年の世界団体柔道には共に出場している。2014年、天理大学柔道部の監督に就任。5歳の時に、地元の州栄冠道場で柔道を始めた。三中県一の指導で、 全国中学校柔道大会個人戦 78kg 級で優勝し、奈良県の天理高等学校へ進学。高校1年の頃から団体戦のレギュラーとしてエース級の活躍をし、高校2年の時にインターハイ個人戦 100kg 級で優勝した。天理高等学校卒業後は天理大学へ進学し、数々の学生タイトルや国内タイトルを獲得した。現在は、 天理大学職員を務める。階級が1 0 0ラム級であったため、井上厚生、鈴木刑事の壁が厚くなかなか破ることができなかった。そのため、長い間世界柔道選手権やオリンピックの代表になれなかった。2009年2月にフランス国際柔道大会、ドイツ国際柔道大会を制した後、4月7日の全日本選抜柔道体重別選手権。 大会 100kg 級で優勝し、初の世界柔道選手権大会の代表の座を勝ち取った。4月29日の全日本柔道選手権では、準々決勝では鈴木刑事に一本勝合致し、決勝では宗田康幸を判定で破り初優勝を果たした。初出場となった世界選手権では、金メダル確実と言われながらも、準決勝で、 隠した選手に不覚を取り銅メダルに終わった。2010年9月に東京で開催された世界選手権では1、2回戦を1本勝ち、3回戦を指導三下勝利すると、準々決勝では終盤に大外刈りで1本勝ちを収めた。続く準決勝ではキューバの強豪をレイディスでスパイネに、裏投げで有効を奪われるも反撃して指導2を取り返して、 ポイントで並び GS に突入後に内股で一本勝ちした。決勝ではオランダのヘンク・フロルを攻め込んで指導2を奪い優勢勝ちし優勝を果たして世界チャンピオンとなった。12月にはグランドスラム東京でも優勝を飾った。2011年8月にパリで開催された世界選手権では2連覇を目指したものの3回戦で一本負けして メダルを獲得できずに終わった。2012年5月の体重別では、オール一本勝ちで優勝を果たして、ロンドンオリンピック代表に選出された。8月2日のロンドンオリンピック柔道競技6日目の男子1 0 0ラム級に出場。日本のエースとして、金メダルが期待されたが、初戦で地元イギリスのジェームズ・オースティンに指導3で勝利したものの、2回戦で、 格下のルカシクルパレクに、横四方方で一本負けしてあっけなく敗退した。11月には、強化選手の辞退届を全10連に提出して、第一戦から退くことになった。ただ、全日本選手権の予選には出場の可能性があるという。2013年4月からは、天理大学柔道部の副監督に就任するとともに、奈良教育大学大学院にも進学。 現役最後の試合となった全日本選手権では、準々決勝で、朝日火星の桃瀬優を指導3で下すと、準決勝では、前年準優勝の JRA の石井竜太を、開始わずか14秒の体落ちで一本勝ちし、決勝でも新鋭である、日本大学の原沢久喜を指導2で破って、今大会4年ぶり2度目の優勝を飾った。2013年8月には、選手の意見を、 組織運営に反映させる目的で全10連が新設したアスリート委員会の委員に選出された。2014年4月1日付で天理大学柔道部の監督に就任し、同年9月には東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会が設置したアスリート委員会の委員に選定された。その後、柔道大会のテレビ中継では、 実況や解説者を務めることも多くなっている。ありがとうございます。